サモハンキンポー、サモハンキンポー、ヒロシキンタから、1952年1月7日台は、香港出身の映画俳優、映画監督、アクション監督、脚本家、映画プロデューサーである。また、アクション俳優として、武術指導を行う場合がある。愛称は、大々歌、大大公で大々兄貴の意である。1998年、ハリウッド進出を機に、 英名をサモハン、サンモハングと短く変更した。サモハンは香港の脚本家兼監督の子として生まれる。両親が共働きのため、彼は祖父母に預けられ世話されていたが、とても手に負えないやんちゃな子供で、いつもいたずらや喧嘩ばかりをしていたという。10歳の頃に祖母の戦寺王に連れられ、右千元国牛劇学院に連れて行かれる。 狂撃の子役たちの訓練を見学し、興味を持ち、入学を決意する。そして8年間にわたって、サモは狂撃の基礎を叩き込まれる。ここで、主元流なる芸名をもらい、優秀であった彼は、七将福のリーダーに選ばれ、ナイトクラブや舞台などの出演をこなしていい。また、この時期に数本の映画にも出演した。サモの映画デビュー自体は、 中国理劇学院に入学直後、10歳の時に出演した愛的教育だった。続いて、大正期天派、講師とも名なな小キャン、人の書などでスタントや子役として出演した。その後、8年間の勉学の後に、タワムレ劇学院を卒業したサモは、スタントマンの仕事に興味を持ち、学院で知り合った先輩たちのつてで映画界で仕事をするようになった。 彼は、脇役出演をこなしながら、関英傑、両少将、女児牛らの指導のもと、武術指導の仕事を経験していく。そして、1970年にゴールデンハーベスト、カノギレン英雄限講師に、武術指導師としての契約を結ぶ。武術指導師としては、七勝福時代の芸名である、主元流を名乗り、脱衣のチキンまぶたや、金風監督作品、 芸春閣の風波などでの武術指導が高く評価された。また、1973年には、尊敬するブルース・リーに声をかけられ、萌えよドラゴンで共演を果たす。しかし、その活躍の場のイサオ映画も、ブルース・リーの死とともに、ブームは衰退の道をたどる。サモはそんな中で、いくつかの映画に武術指導として参加していた。ゴールデンハーベスト入社以来の師匠とも言われていた。 幸福から、少林寺怒りの鉄拳の監督として、映画を撮るチャンスを与えられる。この映画がきっかけで、ブルース・リーの未完成作品、死亡遊戯の武術指導を、ゴールデン・ハーベスト社より依頼される。その後サノは、尊敬するブルース・リーへのオマージュとして、イサオ・コメディー、萌えよ、デブゴンを制作する。体型からは想像もつかないキレのあるアクションを繰り出し、 当時コメディ映画が市場を占めていた香港映画界に新たな分野を打ち出すことに成功した。そして1983年にはピックポケットで第2回香港連影金像進む主演団優勝を受賞する。サモは名優のジャッキー・チェンと共に時代のニーズを先読みし新時代のアクションを確立していった。誰もが成し得なかった。 体を張った危険なスタントやアクションを次々と提案し、それをこなしていった。以降、サモは様々なアクション、コメディなどのヒット作品を生み出していった。1980年代半ばに入ると、彼は中国の古くから伝わる妖怪、キョンシーを題材にし、新たに香港映画界にホラーキョンシーブームを生み出し、また豪華な俳優陣を迎えた。 オールスター、キャス作品を打ち出した。その最初の作品が、五福星である。当時、アジアでトップスターになっていた、ジャッキーも参加し、工業的に大ヒットした。1988年には、七章福で、第八回香港電営、金進ム主演男優賞を受賞するなど役者としても評価されるようになる。しかし、1990年代に入ると、サモも、 新旧交代を余儀なくされる。これまでも、ユンピョウや、ハリヤ、ヒトシ、レオンカーヤンなど、後輩の育成にも力を注いできたサモであったが、ワイヤーを使った派手なアクションや、海外の複雑なドラマ性を重視し始める時代が到来し、彼の作品は、工業的に成功しなくなる。挙句の果てには、公開を見送られることもあるなど、サモは、会社と揉めることが多くなった。 そして、長年の付き合いであったゴールデンハーベストと決別する。それ以降、サモは様々な映画会社の作品に出演、または監督をすることになる。しかし、この時期のどの作品も大衆の支持を得られず、満足のいく収益も得られなかった。また彼はこの頃に愛人のジョイスコーと結婚するために、長年連れ添った妻と離婚していた。 それでもサムは変わることなく映画に出演し続けた。知人や友人の作品に仮面を出演したり、自らの作品も時代を見据えてアクション場面を控えたドラマ性の高いものや大人のコメディや子供向けの作品など新たな分野にチャレンジしようとしていた。ジニーはアクションをしない俳優として出演した。1990年代末期にハリウッドで イサオブームが起きた。1999年のマトリックスなどの作品にはワイヤーアクションやイサオなど香港で作られたアクションの技法が取り入れられた。ジャッキーやゼットリーなどのアクション俳優をはじめユエン・ウーピンやユン・ケイなどの武術指導士、ジョン・ウーなどの監督陣もハリウッドに招かれ、香港映画が世界史上を相手に活躍していた。サモもアメリカに招かれ、 CBS で1998年から2000年に放送された米国連続テレビドラマ LA 大捜査線マーシャルローに主演として出演した。作品は全米で絶賛され第2シーズンまで放映された。そしてジャッキー・チェン出演作品80デイズ2カメオ出演を果たすなど活躍の場を世界に広げている。アクション俳優としては2005年の SPL、狼吉塚に根ねで、悪役として、ドニー・イエンと激しい戦闘シーンを演じ、その武術は全く衰えを見せていない。役者としては、主演作も近年に入って復活しており、脱し、カンフーシェフでは、貫禄のある役柄を演じている。また、特警飛竜の所長役、少林僧兵の師婦、師匠役など、人を統率する役柄も増えてきている。そして、 武術指導としては、2009年の第28回香港、伝英金像賞では、イップマン女賞で最優秀アクション設計賞を受賞。2016年、第18回ウディネファーイースト映画祭で、ライフレジェンドマルベリー賞を受賞。7章服は、香港における公約エリート集団に関された名称。後に活躍する、モトロー、2012年園、清流、ジャッキー・チェン。 元兵、佑兵、元花、佑和、元慶、コリーユエン、元明、ユンブ文ン、元部、ユンモウ、玄徳、ユンタ拓、元秋、佑中などが在籍していた。サモは年長であったため、周囲から大事にいい体型弟子と慕われていた。当時は体格は良かったが、特に太ってはいなかった。現在の彼を象徴する大きな体格は、 この中国義劇学院生時代にかかとを骨折し入院中に暴飲暴食をしたのが原因だと言われている。ジャッキーの自伝によれば兄貴肌で下の者の,の面倒見は良かったが独裁的でわがままなところがあったためジャッキー本人とは衝突が絶えなかった。これはジャッキーの父親と競劇学校の校長菅元占いとは国民党時代の戦友であったため 学校内で、ジャッキーが、特別扱いを受けていた反発があったとも言われる。ユンピョウのへそくりをめぐり、ジャッキーとサモが喧嘩になった時は、お互いのパンチもキックも見えないほど早くて、みるみる両者の顔が腫れていったと語られるほど二人は、喧嘩でも腕じであった。メディアでもよく言われるように、太った体型だが、動きは、非常に軽やかであり、萌えよで無言では、 バクテンを連続で披露している。香港オールスター映画、複製シリーズは、ジャッキー・チェン主演ではなくサモハンの主演、監督の作品である。五複製や、香港発活劇エクスプレス大複製は、香港、日本でヒットした。シリーズ作品には、五複製、1983年、大複製、1985年、七複製、1985年、 十福星、1986年、複製人工庫、日本未公開、1989年、五複製同期、日本未公開、1992年、雲在五複製、日本未公開、1996年がある。日本では、ジャッキー・チェンの映画によく出ている俳優という程度の認識がほとんどであった。しかし、ブルース・リーへのオマージュ映画、萌えよデブゴン 1978年の公開を機に動ける部として有名になり、さらに映画、霊幻同士シリーズで制作を務める頃には、日本でも海外人気俳優の一人として認知されるようになった。萌えよデブゴンのヒットにより、一時期日本で放送されたサモハン主演の作品にサブタイトルとして萌えよデブゴンが付けられていた。また映画、無問題では、 お笑いコンビ、ナインティナインの岡村隆史と共演した。2010年3月からサントリーの黒ウーロン茶のテレビコマーシャルに出演している。日本語吹き替えは水島博が担当することが多い。韓国人の騒音玉との間に4人の子供がおり、あとに1984年ドミス香港、香港シャオジェセリ船の後来2次、ジョイスコーと再婚した。 2007年12月9日に、新華社通信や人民日報をはじめとする中国の一部メディアで8日に、サモが休止したというニュースが流れる騒動が起きた。各地方紙などもこれに追従し、トップニュースとして報じたが、インタビューに応じた長男のティミーは、父は弟のサミーと共に、山東省で TV ドラマ、少林総兵の撮影真っ最中であり、これらの報道は、 全くの事実無根とこれを即座に否定。同日午後には、サモ本人も、撮影地から電話インタビューに応じ、この死亡騒動に怒りおろにするとともに、心配してくださった皆さんに感謝しすとコメントし、死亡は誤りであると伝えた。この騒動において、事実確認を行わず安易に報道したとして、メディア側は、批判にさらされ、サモ本人も、 誤報記事を流した隠しメディアに対して一時は、章の構えを見せるほど激行し、人民日本等は後に、お詫びの辞表を掲載するに至った。2014年1月26日に実施された、センテナリースプリントカップ、香港ローカル GI で、所有場のアンバースカイが優勝した。また、同年三月十九日に実施された、ドバイミーティングにて、アルクオズスプリント、 国際 GI に優勝した。1978年1992年1988年1997年。 1966年、1970年、1973年、1974年、1977年、1978年、1981年、1984年、1986年、1988年、1993年、1993年1994年、1995年、1997年、1998年に、1002年に、1004年に、1003年に、 3年2008年に、千0 1 0年2011年2012年2013年2016年。1984年、1985年、1986年、1987年、1988年、1989年、1991年、1992年。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。